ジョン・ニューカム、1944年5月23日隊は、オーストラリア・シドニー出身の男子テニス選手。1960年代から1970年代前半にかけて、オーストラリアテニス界の黄金時代を築いた、名選手の一人である。重いサービスとフォアハンドストローク、ボレーを中心に組み立てるプレースタイルで、芝生のウィンブルドン選手権を最も得意にした。 4大大会でシングルス通算7勝を挙げたが、赤土のクレーコートが苦手で、全仏オープンではどうしても優勝できなかった選手の一人である。ジョン・ニューカムは子供の頃から様々なスポーツに親しんだが、本格的にテニスに専念したのは17歳を過ぎてからだったという。当時の男子テニス国別対抗戦、デビスカップのオーストラリア代表監督だった。 ハリー・ホップマンに才能を認められ、ニューカムは1963年からデビスカップのオーストラリア代表選手となった。1964年から1967年まで、ニューカムはオーストラリアチームのデハイ4連覇に貢献した。1967年に、ニューカムはウィンブルドン選手権と全米選手権で4大大会に連勝を達成する。この当時、ニューカムは アマチュアのテニス選手であった。この年までテニス四大大会の出場資格はアマチュア選手に限定されていた。その翌年、1968年にテニス史上最大の転換期が訪れ、四大大会のオープン化措置が実施された。これはプロテニス選手の四大大会出場を解禁する措置のことで、大会の名称もそれぞれ全豪オープン、全仏オープン、 ウィンブルドン選手権全米オープンに変更された。1968年以後のテニス記録はオープン化時代と呼ばれ、それ以前の時代とは明確に区別される。ニューカムはそれまでアマチュア選手であったが、この措置が実施された後プロ選手に転向した。1970年と1971年、ニューカムはウィンブルドン選手権で大会2連覇を達成した。 1973年には全米オープンで6年ぶり2度目の優勝を飾っている。ウィンブルドンと全米オープンにおいては、ニューカムの初優勝はアマチュア選手時代の1967年であったことから、これら2つの大会ではアマチュアとプロの両方の立場でタイトルを獲得する偉業を成し遂げた。 地元の全豪オープンでは1973年と1975年の2度優勝しているが、これらはオープン家時代以後にプロ選手として獲得したものである。プロ選手としてのニューカムはシングルス32勝とダブルス41勝を記録し、1974年に男子プロテニスツアーで世界ランキング1位の座についた。ジョン・ニューカムはダブルス選手としても優れ、 同じオーストラリアのトニー・ローチとのペアで、天下無敵の強さを発揮した。ニューカムはダブルスでは、すべての4大タイトルを獲得しているが、そのうち12勝がローチとのコンビである。男子テニスの歴史を通じて、同一ペアで、すべての4大大会男子、ダブルスタイトルを獲得した組は6組だけであるが、ニューカムローチ組はその一つに数えられる。1986年、 ニューカムは、ローチと一緒に、国際テニス伝導入りを果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。